ディズニーストア、ディズニーストア、ディズニーストアはディズニーブランド商品を独占的に販売する専門店チェーンである。1987年にアメリカカリフォルニアのグランデールにあるショッピングセンター、グレンデールがレるエリア内に開業したのが世界第1号店である。誕生して間もない頃はディズニーランドの商品の予備もしくは在庫がそのままの形で販売されていた。 しかし、独自で商品を開発するようになると、テーマパークの敷地外で公式商品を購入することができるという点が、消費者に受け、ディズニーの財政を支える柱の一つとなっていった。世界的に展開し、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、ベルギー、日本のショッピングモールや商業地区に出展する。 香港にもいくつかの店舗があったが、ほとんどが2、3年のうちに閉店し、現在では、香港国際空港内の2店舗が、ザ・マジック・オブ・香港グ・ディズニーランドに改称して、存在するのみである。ちなみに、運営は、香港ディズニーランドリゾートを経営、運営するディズニーと香港行政府の合弁会社、香港インターナショナル・テーマ・パークスである。当初は、すべての国で、 ディズニーの直営で1999年には全世界で747店が展開されていたが売り上げ低下などを理由にいくつかの企業に売却することとなった2002年に日本店舗の営業券が売却され2004年には北米店舗も同様に売却された各店舗では地域ごとのディズニーリゾートのテーマパークチケットを販売しており北米では ディズニーランドリゾートとウォルトディズニーワールドリゾートヨーロッパではディズニーランドリゾートパリのチケットが購入可能である。日本では一時期アルック参加であったことも影響して東京ディズニーリゾートのチケットが購入可能であったが2015年現在順次チケットの販売を終了し始めている。これはアルックとの直接の関係が消滅していることもそうだがアルックが E チケット購入への移行を促す目的もあると言われているディズニーストアでチケットを販売した場合、アルックからディズニーストアに対して販売額に応じて一定の手数料を支払う契約になっており、E チケットであれば自前のため手数料を払わなくてもよくいわゆるコストカットが可能である。2002年の日本店舗の売却に続き、北米でも ショッピングモールを基盤としたチェーン展開に、陰りが見えてきたことから、2004年11月に、売却された。当初はウォルガートへの売却も検討されたが断られ、現在、アメリカ合衆国とカナダでは、子供向け医療品店チェーンを展開する、ザ・チルドレンズプレイス、LLC の完全子会社、フープリテールストアーズが店舗を所有、運営している。チルドレンズプレイスは、 ディズニーと長期のライセンス契約を結んでおり、契約期間は少なくとも50年にわたる。チルドレンズプレイスは店舗数の増大、小売価格初期値の引き下げ、ディズニーストアでは当初は高めの小売価格をつけるものの、数週間後には実質的に値下げすることで知られていたアウトレット券の開店などにより、ディズニーストアブランドを再生するとしている。小売価格を引き下げても、 運営コストを抑えるため、ディズニーストア商品に独特の高いリザヤは維持できとする。ディズニーでは直営の店舗として、ワールド・オブ・ディズニーをニューヨークの5番街に展開している。また、カリフォルニア・バーバンクの敷地内に自社従業員と特別客のみが利用できるディニーストアを所有している。現在のところ、 www.disneystore.com は、チルドレンズプレイスの運営する、ディズニーストアのものではなく、ディズニー海への電子商店街、disneyishopping.com への転送アドレスになっている。なお、チルドレンズプレイスは2007年に disneystore.com ドメインを取得する見込みである。 ヨーロッパにある105店舗だけがディズニー直営として存続しているが収益の減少により閉店の危機にさらされている以前不審に陥っている経営状況を改善するため市場調査などが行われたりもしたが結局解決策は見出せないまま2006年に調査は打ち切られた世界で多くの店舗を売却したことでディズニー直営の打ち切り観点となる ディズニーストア、イギリスロンドンのオックスフォードストリートにある店舗である。ディズニーストアの日本進出は、1992年8月21日、神奈川県横浜市のマイカル本木近くの JR、東海の商業施設内に、本木店、現在は閉店をオープンしたのが第一号である。ディズニーの日本法人である、ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社、現、 ウォルトディズニージャパンによる直営事業だった。その後、国内でのディズニーストア事業は、リテールネットワークスとして分社化。2002年4月から、東京ディズニーリゾートを運営する、オリエンタルランド参加となり、TDR との連携として、ストア内にパークチケットの販売カウンターを追加する、等の施策で、利益拡大を狙ったが、ターゲットの絞り込みの瞑想やマーケティング戦略の、 失敗などによる売り上げは伸びず2010年月より、再度、WDJ 参加に戻り、GM や、バイスプレジデントを一新した上で、現在は、直営事業として運営されている。期間店は、千葉県浦安市舞浜にある、クピアル内の、東京ディズニーリゾート店と大阪府大阪市中央区、震災橋筋2丁目にある、震災橋店である。ディズニーストア2店舗、 渋谷公園通り店、震災橋店では、テレコムサービスとの協力体制により、ディズニーモバイルの販売、変更手続き、等を手掛けている。また、各店舗及びオンラインショップでは、ディズニーモバイル利用者向けに、ディズニーストア取扱い商品の割引例を、月2回設けている。店内でも、ディズニーパークで使われている用語に合わせているため、従業員を、キャスト、 訪れる客を、ゲスト、店内を、オンステージ、倉庫や事務所などの業務用区画を、バック、提示といった呼び方をしている。また、キャストも、オンステージではゲストに対して、ありがとうございました。いらっしゃいませなど、一般的に使われる用語を使わないように、指導されている。2011年12月より、アジア地域での新コンセプト店舗への転換を及び、 新設を日本を先頭に順次行う方針としており、第1弾として同月には仙台市に新店舗を設置する予定。仙台市には既存店として仙台ザモール長町店がザモール仙台長町本館3階にあるが、こちらも今後リニューアル予定としている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。